新野郎太郎でございます。最近よく撮られるな。遅い。いつも配信ありがとうございます。角田選手のマネージャーのマリオ宮川さんとはどのような方なのでしょうか。ネットで検索してもあまり詳しいことは出てこなかったので、教えていただきたいです。太郎さん会ったことないんですよ多分。どんな方なんですか。お名前はよく聞くんで、はい、あれなんですけど、お会いしたことあるんですか。普通に話してますけど、うん、角田マネジメントがこういう意向ですよっていう話してるのは全部マリオさんから聞いてる話ですけど。あ、そうなのね。どんな感じですか。帽子かぶってて、帽子かなはな、なんかこうやって、なんかイタリア人、イタリア人と日本人のハイブリッドって感じ。ああ、そうなんだ。すごい嫌な感じじゃなく、はいはい、むしろいい感じで、はい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 。でどちらに、日本在住ではないってことですよね。今も多分トリノにお住まいだと思いますけど。あ、そうなんだ。ミラノじゃないって言ってました。もともと最初はだからアレジのマネージャーとして、うんうんうん、はい、だから90年代ですよね、うん、マネージャー、そこの名前ではよく聞いて名前だったんですけど、その後トゥルーリとかもやってたんじゃなかったかな、ちょっと忘れましたけど、ドライバーのマネジメントもやってたし、スポンサーをチームに持っていく、だから今フェラーリー、レイバンとかずっとついてたのもそうだし、いろいろ、まあ、レディオブックさんもそうだし、はいはいはい、マネジメント、ドライバーのマネジメントだけじゃなくて、そういうスポンサーのマネジメントもそういうこともされてた、たくさんやられてますし、2009年のブラウン GP がツンツルテンで走ってたじゃないですか、スポンサーなくて、真っ白で、あれ中盤戦に突然キャノンってドーンって入ったんですけど、シンガポールぐらいかな、日本グランプリかな、入った。あれもキャノンつけたのは、まあ、マリオさんですよね。あとレイバンもついてたと思いますけど。あ、レイバンも書いてあった。書いてあった。マリオさんが持ってきた。あ、そうなんだ。へえ。結構なやり手だね、それ聞いて。それもでもキャノンの日本法人じゃなくて、なんかどっかのシンガポールだったかな。はいはいはい。まあ、それでシンガポールからついてたってことね。うん、あとだからグッズとかもそうなんじゃないかな。ユーロスポーツさんのグッズとかもマリオさん結構やってると思いますけど。でだからその流れもあってカムイ選手もマネジメントをしばらくお願いしてたとこもあったし、その流れで、角田君も、うん、マリオさん頼むっていう、やっぱりそのさっき言った通り日本人のいいところも知ってるし、はいはいはい、イタリア人のいいところもあって、そのやっぱりさっき言ったフェラーリとか、あの辺のコネクション、でそれこそ今ステファノ・ドメニカリが FOM のトップなわけじゃないですか、そういうところも含めてやっぱコネクションがすごく強いので、ああそうなんだねっていうところですよね。あ、それでカムイ選手が一時ちょっとフェラーリドライバーになられた時、そうですね、コルセでフェラーリっていうのもそうありましたよね、そのマリオさんだったんだ、あそうなんだ。じゃあもしかしたら角田選手もフェラーリに、まあ、あるかもしれないですね、フェラーリが求めるドライバーになれれば全然それはコネクションとしてはあると思いますよ、なんかだから山本さんがもともと角田君にマリオさんを紹介したって、あそうなんだ。なんかマリオさんのお父さんがデザイナーかなんかで結構有名な方で、でなんか山本さんがそのお父さんの、ファンというか、まあ知ってて本も持ってるんですよって、なんかどっかでたまたま会った時にそうやって親しくなったんで、その流れで角田くんも F1 デビューしてから、だから21年のモナコかな、の時にマリオさんを紹介したとか、マネジメントもやっぱついといた方がいいって、まあそれは正直僕らも外から見てて、角田くんがもうしっちゃかめっちゃかになってるのを見て、もちろんレッドブルはレッドブルとして角田くんをマネジメントはしてるんだけれど、まあ、それだけじゃダメだよねっていうところもあるから、まあね、当時からその周りがちゃんと大人がいないと自分流でガーってやっちゃってるところがあったから、まあ、そこは山本さんも聞かせてというか、まあ、角田くんに紹介してて、まあ、そこからのつながりで去年の年末に、角田くんからマリオさんにお願いできないですかっていう話をして、まあ、じゃあそういうことだったらじゃあやりましょうっていう、まあ、もちろんマリオさんだって誰でもマネジメントしますっていう感じじゃないし、別にドライバーのマネジメントをしたいっていう今そんな感じでもないから、まあ、当然そのスポンサーのね、マネジメントとかたくさんあると思うんで、やりすぎても結局ドライバーのマネジメントってなるとそれこそじゃあずっとね横につきっきりでみたいな感じになるけど、まあ実際だから今年も開幕してから、まあ、開幕前のテストの時からマリオさんがやるっていう風になってたけど、前線はやっぱり行けないので、時々、まあ、行けるところはなるべく行くような形にして、まあ、なおかつその
ファクトリーで角田君が、まあ、オフの時はね、はい、ファクトリー行ってチームといろいろやるけど、まあ、そういうところに対してもこういう風にやった方がいいよとか、まあ、いろいろアドバイスはしてっていう形で、うん、まあ、やっぱり F1 の中でずっとやってきてる人だから、うん、チームとの付き合い方とか、まあ、チームに対して角田君が言えないこともマネージメントからいろいろ言ったりとか、うん、まあ、こういう、ね、関係をこう慣らしていくみたいなところもあるし、もちろん角田君自身に対してもこういうのはダメだよとか、うん、こういう風にやんなきゃダメだよっていうのもあるし、まあ、もう一方ではそのメディアに対して角田君ってこういうドライバーなんですよっていう、ほっとくとやっぱり角田君のああいうちょっとおちゃらけたところとかチャランポランなイメージになりがちじゃないですか。それはそれでいいんだけれど、それだけが先行しちゃってると、まあ実際1年目2年目そうだったじゃないですか。そうするとやっぱりレースやっててもこいつはなんかチャラチャラしたやつだみたいなイメージで見られて正当に評価されなかったりするし、まあ、そこをもう少しちゃんと一生懸命やってるんだっていうところとか、まあ、実際こういうことをやってるんだよとかっていうのもある程度そういう PR 面のコントロールをするっていうこともマネージャーとしては結構気をつけてやってらっしゃいますよね。だからまあ僕らもそうだし、多分外国のメディアとかもマリオさんと話してこうこうこうなんだよみたいな話は結構してると思いますけど、まあ、やっぱそこは大きいよね。やっぱドライバーマネージャーつけないと全部がドライバーだから体1個しかないし、レースしてる時はもうレース行っちゃってるから。でもそうやってパドックでしっかり顔が利く人をマネージャーにすると、自分がいないところでマネージャーが角田選手の分身となって、パドックに言ってたけどあれって実はこうなんですよみたいなことをちゃんとフォローしてくれたりで情報も取ってこれるし、そうするとやっぱりこの先のこうキャリアの幅がやっぱり広がっていくよね。まあ、あとそのスポンサーもね、パーソナルスポンサーを連れてきてくれたり、まあ、実際すでにもう1個イタリアのスポンサーがついたっていう、これからもっと増やしていくし、まあ、それでそのスポンサーが例えばアルファタワリに角田君がいるんだったらうちスポンサーしますよっていうのが増えてくれば、当然チームとしても角田は実力だけじゃなくてお金の面的にも切りたくないっていう、より契約したいっていうそのね魅力になるので、ヨーロッパのスポンサーがつくっていうのがすごいね。まあ、だからそういう風なあのお付き合いももし角田君個人でやってたらつかないけれど、マリオさんが紹介してああこう本当にいい子だねみたいな、じゃあ応援したいねみたいになるのはやっぱ横のつながりがあるからだから、まあそういうところを、まあそれこそスポンサーさんとのお付き合いも、まあ角田君個人がやっちゃうと毎回角田君がご挨拶に行ってとかになっちゃうけど、そこもマネージャーさんが入ってるとちゃんとスポンサーさんのケアをして、例えばサーキットに来てもらう時にも基本的にはマネージャーさんがアテンドして、で角田ですってこうやってあのポイントポイントでこういうふうにお付き合いするって形でもできるし、まあその辺は本当に F1 の中をよく知ってるからこそやってもらえるし、角田君はそういう自分がレースするっていう以外の部分でいろんなこう手を煩わされることが少なくなるから、本当にそれはいいことだと思いますよね。チームとの交渉だけじゃなくて、本当いろんな部分で角田君がレースに集中するっていう体制を作る、なおかつまあその集中する仕方もちゃんと、いやこういうふうにやんなきゃダメだよっていうのはまあ常にいろんなところ見てきてるし、まあそれでうまくいかなかったドライバーもたくさん見てきてるから、そこはちゃんとね、それもなおかつあのヨーロッパのやり方っていうだけじゃなくて、まあ、日本人のちょっと、ね、情緒的な部分とか、そういうのも特性もちょっとヨーロッパと違う部分も含めて理解した上でやってくれるから、そこはすごくいいと思いますけどね。なるほどなるほど、はい、ということで、マリオ宮川さんね、お分かりいただけましたでしょうか。はい、今回の質問よかったよ、どうもありがとう。これもしかしたら角田選手フェラーリワンチャンあるかなと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、 F1 ライフ夏 T シャツは概要欄からよろしくお願いします。アシッドブルーもマリオさんにマネジメントお願いしたいですね。もっと売れるかも。